山脈から流れるる川であるトルコ東部に水源を持ち、ジョージアを経由して、アゼルバイジャンに入る。アゼルバイジャンで支流であるアラス川と合流し、カスピ海に注ぐ。名前は、大キュロスのペルシャ語表記であるクーラッシュに由来している。西洋の古い記録によれば、キュロスの名で知られていた。ジョージアでは、クラ川は、ゆっくり名を意味する、ムトクバリという名前で呼ばれている。 クラという名前は、ロシア人が最初に採用し、その後ヨーロッパの地図制作者たちも使用するようになった。流れが遅く浅いため、トビリシまで航行可能である。水力発電所もある。トビリシやルスタビなどの工業都市による排水で川の汚染が問題となっている。クラ川はアラス川を支流としている。流域面積はクラ川の86000平方キロメートルよりも、 アラス川の10万2000平方キロメートルの方が広いが、倉川の方が標高が高いため合流後の名前は倉川になっている。ジョージア上流一下流より記載。ありがとうございます。